下のロッキーチャンネル。おはようございます。今何？今8時44分なんだけど、まあなんか別な形で動画はもう出てると思うんだけど、髪切ったんだよね。で、髪切って、で、こういう風に髪あるから。いや、まあ、髪切った理由とかなんとか、まあ、そっちの方の動画見てもらいたいんだけど。だ結果的にね、もう良かったね。で、結構ね、もういろんな方からね、連絡もらってね、4年間ね、伸ばして、たものを切るって相当だったんだね、とかって言われるんだけど。まあ別に結果的にまたそれでなんかこう、イメージチェンジ図れたからまあいいかな、みたいな。まあそういうふうに今プラスに捉えて。すっきり、でもね、切った方が良かったってね、いいぞっていう声がね、もう9割以上。9割以上なんだよ。爽やかになって、わっけえな、ロッキーって言われて。若い？そんなに。若いか、俺。まだまだいけるか。じゃあ、ちょっと、どうすかな？令和5年、美女追っかけっかな、俺。あ、そういう問題じゃねえか。はい。ちょっと今、部屋片付けてから、いつも部屋片付けてるの、俺。部屋片付けすから、今日、夕方の5時から、スポンサー、さんでお世話になってます。すすきのの、マジックシアタートリックさんの、新しい CM 撮影しに行くんで、まあ、それまでだね。それまでちょっとなんかいろいろやって、やりたいと思います。今日、あれだね、マジックシアタートリックのオーナーのキャプテンの顔、ちょっと映したよね。ね。まあ、こうご期待。はい。いやー、髪。神川博士、今、風呂入ってたの、今。もうちょいしたら、キャプテンのとこ行くから、マジックシャットトリックス。はぁ。払ったら、今日マジックシアタートリックさんで、無水カレー、食べてくるから、全部乗せで。なまら腹減った。全部乗せしてくっから。髪を乾かし、ドライヤー壊れてんだよね。え？は？何これ、こうだよ。いや、ドライヤー買わなきゃダメだ。え？嘘でしょ？何これ、こうか、ドライヤー動かねえんだけど。は？来ました。あれ？もう乾いたんだけど。なんでだ？あれ？俺いつも15分ぐらいかかってたんだけどな。なんか、1分もしないで終わったんだけど。なんでだろうな。え、櫛もなんか普通に通るんだけど。どういうことこれ。あ、やだ。今のなんかの、今の若者の髪型見たくなってる。整髪料全部捨てたんだよな、俺。
一応これ、これは塗っとこう。あの、紙。紙質ね。紙質を良くするオイル。これは塗っとこう。これでうまく遊びつかねえかな、無造作に。あ、でも固めるスプレーねえもんな。今までずっと帽子かぶってたからスタイリングしてなかったけど、結構俺はスタイリングはこだわってやってたからね。この感じで固めてたんだ、いつも。こんな感じでやってたの。スプレー投げたら固まんねえよ。よし、いっか。いきます。なんだこのなんか、上がんねえテンション。正直なところ、傷はまだ癒えてない。何の傷かってのは、言わないけどね。誰もが見上げてごらん、ローソン。なんかさ、ローソン最近無印良品とコラボってるじゃんって、ちょっと気になったのかな、これバナナバウムってやつ、これ気になったから俺はこれ買ってみるわ。これ本当うめえのか、これ。いやバナナマイナスバウムイコールバナナ温泉意味わかんねえ。ちょ見てこれ。あ、もういいかも。あでもね、また生まれ変わったから。ちょ見てこれ。おい、これバナナバウム、バナナバウム、これちょっと食ってみるから。本当にこれもこんな無印良品だかなんだかもうねえ知らねえけど、もうまず香りから。あっ、何これバナナのなんか頭皮舐めたみたいな、もろバナナ。このなんか乾燥剤まで食っちゃいそう。じゃあバナナバウムアット無印いただきます。何これうめえ。ちょっとごめんね、食いながら。ね、全然パサパサしてなくて、バナナの質量がもう 50% ぐらい、すごい。これバクバクいけるぞ、これ。うめ、だけどやっぱりママのは、改めておはようございます。今のライブしながら走行してますけれども、今これそこがもうサブロクなんで、どうしようかなと思って、今3時46分だからまだ全然1時間ぐらい早いんだよ。だからどっか車止められる場所にちょっとそこでライブやってようかなと思って。で、車止められる場所っつったらもうあそこしかねえじゃん、ハッピーしかねえじゃん、南六条ハッピーだから今から南六条ハッピー行くから。あっ、箱だけど軽トラいる。おい、ちょっとこれいい、おい、これいいんじゃねえか、これやってくるか。3000円ファイターやったら止まんねえじゃねえか。ちなみに今ちょっとギャンブル絡んでるから名前は出さんけど、とある視聴者さんがね、今パーラーに行っててジャグラーで16ジャグレンだって。今画像送ってきたの。16ジャグレンだよ。俺そんなのしたことねえよ、俺。で、ただ過去にあんのが6連してる台がゼロで捨てられてて、
そっから俺10連かまして16連にしたことはあるけど、自力で16連ってないな。人妻熟女、奥様、メイトビル、巨乳美女、あ、美乳ぽっちゃり、プッチョプッチョボーイング、奥様んさ、ファッションヘルスだって。興味ねえな。やり、すいません、興味あります。今パーラー行ってきたんだけど、まあ配信見てた方は分かんだけど、あの投資7000円で回収8500円で1500円買ったんだけど、あのね、ちょっと危なかった最初マイジャグにルール破って3000ファイターのつもりが4000突っ込んでダメ で、2代目のアイムで3000でビッグ2回引けたからよかったなって思ってます。もうそういうね、そういう風にして遊ぶんだよ。もうその1500円2000円勝ったって、勝った負けたのってね、1万円負けるのと1500円勝ちだったら皆さん8500円しかとか思うじゃん。全然違うから、それ違うんですね。しこたま負けた俺が言うのもなんだけど、というわけで今からキャプテンのとこ行ってこっかな。キャプテン元気かな。皆さん、あの全国的に今ジャンボパーキングから出ようとしてんだけど、これ仕事終わったわけじゃなくて、俺あの撮影機材一式忘れちゃって家になんで今8階まで上がったんだ。8階ぞ。8階まで上がったんだけど、俺今戻ってくから家に戻ります。でキャプテンに、すいません、あの物取ってきますっつっていや、なんとかね、まあまあまあ安全運転で帰るけど、若干ちょっと急ぎ足で帰るよ。帰るというか戻るよ。いや、今あの忘れ物を回収してまたススキノに前戻ってきたんだけどさ俺なんかあのこういうビルにさ、こう看板バーって、このお店の名前あるじゃん。こういうの見るとさ、ちょっとときめく前からギャルが。はい、皆さんごめんなさいね、モザイクかかってて俺だけ見える、俺だけギャルが見えたよかろよかろ。やばい、靴の紐溶けてる、めんどくせえな。ソシアルケイワ、なんかもうケイワばっかりだね。金持ってるビルなんだね。でも俺ビルはビルでもビルブラフォードが一番好きだけど、はい、みんな知らないでしょ、はい、で多分これがラフィラ、旧ラフィラだと思うんだよね。結構でっけえビル作ってんだねこれね、旧ラフィラで、ここの裏なんだよ、ここローソンあってさ、でそこにあの危ねえ、やばい死にかけた、そこにあのタオパイパーあるでしょ、タオパイパー、桃白白、あの何する店か知らねえんだけどさ、ね、タオパイパーやって、あえたんだ、これだ、タオパイパイってね、どういう店なの、逆セクって何わかんない、ね、で皆さんあのここラフィラなんだ。でここ行くと、あそこね、あの N スクエアだったかな、ビル、綺麗なビルがある。ここはちょっと素敵なお店、そうで N スクエアのここを
この N スクエアね、この綺麗なビル、この N スクエアをこう入ってって、入ってでしょ、でほらツバちゃんいるでしょ、翼さん、ここだから、ここ降りてったらトリックさんだから、いやキャプテンありがとうございました。あの皆さんの後日あのマジックシアタートリックさん、北野ロッキーチャンネルのスポンサーしていただいてるマジックシアタートリックさんの CM、ライブ配信中に流れると思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。今一度場所ね、これ旧ラフィア、あっちのあのN スクエアビルの地下1階ですよ。さてと、今日はこのまま帰ろうかな、それとも、まあ、せっかくすすきの来たからちょっとらしくない、らしくないすすきのでちょっと遊んでいこうかな。てかさ、意外とあのあったかい、マイナス4度だけど、実はこれあのモンベルのさ、あのモキシさんとおソロのやつなんだけど、まあ2年前に買ったやつなんだけど、これゴアテックスじゃないんだよ、ゴアテックスじゃないやつの、いくらだったっけな、多分上だけで2万ぐらいのやつなんだけど、全然あったかいね。この下の下ロンティーだけだからね。要は T シャツだからね。はあ、頭歩いてるっていうのもあるかもしれないけど、ちょっとチラチラ雪降ってきたな。これ誰？北野ロッキー、これ。わかんねえや。わかんない。いろんなものが入ってるの、うまい。キャベツだ。うん、それにも。目乾いてます。うん。ボイちゃん、ボイちゃん。スライスをかければ自分でも見せられるところだと思うんですけど、もし逆玉出たら、うん、うまい、うまい、おはようございます。今、6時半。今帰ってきて布団の中入ったんだけど。あの、マジックシアタートリックさんの取材させてもらってから、またもう一つのスポンサーさんの、デリバリーヘルス店の人妻団地さんの店長のお杉さんと会いまして、で、あの、9時間半、飲みまして、この俺がぞ、この俺がぞ、あの、ハイボールやら、ウイスキーやらを、23か4までは覚えてるんだよね。そっから先覚えてない。なまら頭いってえの。ちなみにあの、24で飲んでたのさ。ね、ほんと、おすぎさんありがとうございます。だけど、頭いで、お子ちゃまだな、やっぱり。
俺は。でも楽しかったです。ありがとうございます。皆さんのくれぐれもお酒はほどほどに。北のロッキーチャンネル。